みのりんの感謝で無茶ぶり。はい、おはようございます。川原みのりです。さて、マスクをしております。なんでマスクをしているのかと言いますと、まあもちろんね、あのウイルス予防もありますけど、本日はですね、前回負けたら罰ゲームっていうね、あのすごく従来のこうスタンダードなタイプの無茶ぶりというか、普通に罰ゲームみたいな、どう、あ、すっぴんで、形になりまして、見事に負けました。なので、本日はすっぴん実践となっております。はい、そうですよね、そうなりますよね。しているとは、はい、失礼しました。今日はなので、この状態で、今日はこの状態でメガネは化粧じゃないですからね、ね。いや、しかも聞いてください、その今日もうそれは決まってたことじゃないですか、すっぴん実践は。そしたら松井くんはいいかなと思って、昨日の夜松井くんもうもうボソボソで全然もう取れちゃってる状態なんで、行こうかなと思ってたんですよ。でも原稿はなくて行けなかったもう致し方なく、あの割ともうしょぼしょぼになった松江区で、はい、やらせていただきます。はい、ということで、まあ、今日はその罰ゲームを実行しながら、さらに無茶ぶりがあるということですので、じゃ早速サイコロの方振っていきましょう。はい、お願いします。せーの、あ、待って、泣きちゃった坂になってません？大丈夫ですか？実は、朝からゴッド実践となります。ゴッド当たるまで実践ですね。はい、ありました。まあでもすぐ当てちゃえば、うん、いいわけだし、まあ、天井行ったら投資がまた相当きついことになりそうですけど、まあ、今現在3800枚ぐらいですかね、マイナスになってるので、もしかしたら凱旋で取り戻せるかもしれないです。ただここ最近凱旋で全然出してないです。早く当てたい、頑張ります。いや、すっぴんですから、そりゃそうじゃないですか。結構薄い感じになってますねって、何ですか、すっぴんですもんすっぴんなんでもう激最後尾でいいです。もう最後のお一人が入ったらここから動きます。それ大丈夫です3本、あ、あ、いいんですか、え、うん、あ、なるほど、何か一つだけ願い事を聞いてくれるのかなと思いました何か、なるほど、一つだけ、あ、ありがとうございます。え、3本3000円、いけるかな、いけないと思うけど、だって1日に朝から夕方まで実践で中断期なのは3、4回とかですよ、多分。厳しい、はい、引きますんで、もうゴッと引いたらフルメイクですね。じゃあ、しかも2年ぶりのゴッとなんで、2年以上ぶりのゴッとなんで、多分泣いちゃうと思うんで、化粧してなくて好都合です、逆に
よし、もう開き直っていくしかないですね。近いな。さあ本日はキコーナ松戸店さんですね、松戸店さんでスピン実践です。結構打ってる人は打ってますね。待ってきてる。なあ、一発当たればという感じですよね。あんまり目立ちたくないので通路側はやめようかな。この辺にします。前日最終もそんなにハマってるのもないし、まあ、リセット朝からこうやって打ってる方がいるってことはリセットかかってるとは思うんですよね。なので、まあ、最悪ハマっても1000で済むでしょう。頑張ります。いつもこんな近かったでしたっけカメラそ, うそうか、よいしょ、よいしょ。はい、それではですね、凱旋の方、打っていきたいと思います。まずは3000円以内で中段キララを目指します。やっぱあれですね、でもスピンだとちょっと節目がちになる、こうあんまり目を合わせたくないみたいな感じになります。でもスピンでいることも多いんだけどな、まあ、仕事中は、ね、ないですけど、結構外飲みに行ったりとかするときに近所のバーだとスピンで行くこともあります。早いわ。凱旋痛い思いばっかしすぎて最近全然勝てるイメージがないんですよね。でもなんかみんなで大勢で実戦とかしてると、やっぱ凱旋ってあんまり実は負けないというか結構甘いなって思うことはあるんですけど、完全自分が打っても全然甘いと思えないんだよな。引きの問題ですね、完全に。そこはあーもう3000円早いです。あーやったはびっくりした。え、あんまそんな横から取るのってもうちょっと打ってからじゃないですかびっくりするんだけど。あ、終わっちゃった。3000円。え、もうチャンスないですか。え、ないんですか。ちょ、当たったらとか、当たったらなんかちょい足しありにしてください。もうおお3出てた。すごい、今キャンセルしちゃった。嘘。あ、ないそういう人間なんですよ私は。この間も何回も言いましたけど、これ誰得ですか本当に。いやでも化粧してないと目が思いっきり擦れますね。それはいいとこかな。そして目がかゆい、花粉症で目がかゆい3連、リップ3、4連しよう。もうここはしないけど、リップ3で奇跡的にでストップとかない。ない。お違う、2連は
凱旋は G ストップやりたいですよね。今日またリプ4連もなかなかしてくれないし、難しいんだこれが。ああ、そんなこんなで1万円がなくなりました。251元、まあ4万あれば天井に行けるとリセット代だったら1000ゲーム天井行ってくれた方がチャンスあるんですよね。その方がちょっといい気がする。まあ 50% を引っ張ってこれるかわからないですけど、 80% 継続。では行かなかったですけど、441ゲームです。投資1万7000円化粧していいですか。ダメ、はい白か。思ったより早かったな。外線は当たってもいつも単発ばっかりで、7、5連もなかなかしないし、4連すらいかない。あとはね、ひりつかせてほしいですよね。3連4連、来た。待って、行きたい、絶対行きたい、流れで。お、やったー、いけたー、嬉しい。これにしました。もう一個、あれ残念。とりあえず反発はなしです。やったー。決勝していいですか。ダメですか。5連したんでダメですか。はいはい、そういう決まりってことですね。わかりました。いや、300枚以上出てくれたんで、しかもストックできたし。334枚とりあえず出ました。ナナもキナナも来なくなりました。あ、最後に、あ、終わっちゃった。581枚2連です。まだあれば嬉しいけど、やめてもいいですか。やっぱり凱旋は2連が限界です。でも少し出玉が戻ってきてくれたので、そんなにマイナスじゃないです。まだ多分マイナス7000円ぐらい。早いと思うけど凱旋はもう打ちたくないです、ぶっちゃけ。まあでも朝一内なら、でもわざわざ凱旋を攻める必要はないかな。まあまあ負けっすよね。マイナスっすよ、確かにマイナスだ。いやでもマイナス500枚以下は私勝ちみたいなもんですけど、凱旋では。行きます。朝一台あるならじゃあ、凱
ません。うわなんかこっちの方が明るくないですか。やだな。はい、凱旋2代目です。朝一台でございます。まあ500枚ぐらいは持ち込みがあるので、なんとか当てましょう。めちゃめちゃ雨ぐれですね。周りがだんだんお祭り状態になってきてるんですけど、私は250ゲームハマってます。飲まれたじゃないですか。でももうこれ行かないと天井を目指しましょう。あれこっちに3枚目入ります。無事に天井行ってくれたらいいや。それで中段キラー引きましたよ。全然引けないもんですよね、やっぱね。あ、3連4連しない。3連、ありゃー、嘘でしょ。こういうこと本当にめちゃめちゃある。なんでなんだ。510ゲームは過ぎましたけど、何も起こらず。なす。たまーおー、そうだね。600ゲームだしな。2つ欲しいっちゃ欲しいけど、私その普通に当たったやつで3万投資ですか。今3万投資を何とかできるかっていうね。まあ大丈夫です。予定通りです。はぁ、4枚目戻ってこいよ。なんか天井を意識しても手前とかで当たっちゃいそうなので、別のお話したいです。そんな時はあれじゃないですか、テーマ。そういえばあったな。今だから言える私の黒歴史、めちゃめちゃカメラ向けられたらガチガチに緊張してて、タレントの頃のやつとかはまあ黒歴史というか、そんな見たくはないですね。わざわざ就職活動中にあった珍事件で出てきたんですけど、就職活動したことないです。さあ5枚目入ります。順調に天井を目指しております。183ゲーム今もうあと5000円ぐらいでなんとかなりますよ。え絶対当たるじゃん今のこの数の流れで。嘘でしょ。いや当たりそうだと思って、大丈夫かな。やだ。このまま平穏に過ごしたい。もういいってことよね。いいよね。線到達とりあえず入ってきました。20とかで。
ゲームです。うわ、初回から V とかマジ安心なんですけど、嬉しい。化粧していいですか？ダメダメダメ、はい。よし、あ、え、あ、4万6000円じゃなくて4万7000円です、すいません。はい、1016ゲームで手帳いただきました、V。 いやー、これはやっぱ取り戻したいんで、10段くらいしてくれないと、まあ、継続率だけに頼らずに自分でも上乗せできるようにがっつり叩いていきます。お、はい、無茶振りも大事ですね。